既存の常識にとらわれない企業や組織の今を伝えるノールール。今回のテーマは生命保険の未来。登場するのは第一生命です。パンデミックがデジタル化を数年分進めたと言われる中、その波に乗り遅れていると言われる業界の一つが生命保険です。第一生命が今改革に舵を切り始めています。創業から1世紀を超えてもなお変わらない保険営業のスタイルを大きく変革しようとしているそうです。キーワードは生成 AI です。 DX にかかる時間とコストを劇的に下げたチャット GPT、 これを第一生命がどう活用しているのか、営業の現場、開発の現場、そして社長と営業のトップを直撃します。新たに動き始めた第一生命をノールールで深掘りしていきます。伝統的な保証だけを見ますと、少子高齢化の流れもなかなか抗うことができません。営業業績が回復しているわけではない。21年度の水準にも届いていない。痛みも伴う改革、変革がなかったら成長しないよね。デジタル化っていうのは不可欠。私の名前はソフィーです。チャット GPT を活用したデジタルバディ、デジタルの相棒、 AI を使ってサポートしていこうっていうのがこのデジタルバディ。生命保険営業を大きく変える。リアルとデジタルの第一生命流の勝ち筋としての有効、勝ち目ありますか？あると思います。ただの伝統製法ではない。第一生命さんのオフィスにお邪魔しています。ちょっとねびっくりしました。全然想像とイメージと違いました。こちらにはですね、第一生命保険の代表取締役社長、住野俊明さんに来ていただきました。よろしくお願いします。すいません、挨拶から。住野です。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。去年の4月に第一生命という事業会社ですよね、はい、の社長に就任されましたと、はい、ご経歴はどういうご経歴なんですか？はい、私は1992年に入社いたしまして、最初は運用部門が中心だったんですけども、2003年に経営企画部という、はい、経営戦略を考えて実行する部門なんですけども、そちらに足掛け17年いたということで、その後昨年の4月から、はい、第一生命保険の社長ということなんですけども、したがって運用であったり経営企画であったり長かった形になります。生命さんといえば、これはそのホールディングス、そのグループとして考えたときにですね、ここ最近だと世間を賑わせたですね、ベネフィットワンさんへの TOB とか、はい、結構フロンティアなことをやるイメージが強いんですけど、相互会社であること、あるいは株式会社化することっていうのは、その時代その時代の変化に適応しながら最適なその会社の形っていうのを追求してきたっていうことなのかなと思ったんですけど、なぜホールディングスか株式会社上場したのか。総会社はお客様が唯一のステークホルダーですと、でこれはこれで立派な会社形態ですから、我々も100年以上にわたってその形態だったんですけども、ただ、少子高齢化で保険市場もだいぶ成熟してきましたので、次の一手、それが海外であったり国内の全然違う分野に行こうとした時に、進出する資金、資本を供給するのは契約者の方々なんですね、はい、契約者の方々ってあと5年で満期迎えるのに、いつ回収できるか分かんない、そういう資源投下に自分の保険料を使われてしまうのっていうのが本来持つ問題意識、次の一手の成長投資をするためには総会社は少し窮屈な形式なんですね、その時に株式会社はリスクを取ってくださいということで資本を預けていただけるわけですから、これこそ我々が成長を追求するのであればふさわしい会社形態であろうということで、当時2007年頃に我々としてどうあるべきかというのを真剣に悩んだ結果、では会社形態を変えようと。2007年とかその頃から、ある意味で準備が進んでいたということだと思うんですけれども、こちら株式会社化をしてですね、2026年までに時価総額倍増、2030年までに10兆円、今時価総額が足元で 3.5 兆円ですね、はいはい、質問にしちゃうとすごくシンプルな質問になっちゃうんですけどどう実現しますかという。たやすい目標ではありませんけども、決して絵に描いた餅だとは思っていません、はい、なるほど。これはもちろんグループを挙げてということですので、はい、第一生命が中核としてそれを牽引していかなければいけないということですけども、一つは事業戦略として、いわゆる伝統的な保障だけを見ますと、少子高齢化の流れもなかなか抗うことができません。その中で最大限の工夫はしていきますけれども、それ以外の成長分野が見出せるのであれば、それも広げるべきということですね、うん、保証っていうのは、いわゆるその伝統的な生命保険という商品のことを指して、そうですね、なるほど、はい、それだけではやっぱりその人口動態とかも含めると限界があるので、はい、だからそこそ株式会社化して違うこともやっていきましょうということですかね、はいはい、そうですね。
とはいえ私もちょっとやっぱりその懐疑的というかですね、政府のその不要論みたいな話もありますし、まあ、何よりやっぱその人口動態というですね、構造的な抗えない部分があると思うんです。10兆円に至るまでのうち第一生命保険としてはどれぐらい求められているみたいな会話ってされてらっしゃるんですか。大変いいご質問いただきました、はい、今まさにそういう協議中でございます、はい、あ、そうなんですよ、協議中、はい、協議中グループの中で、はい、第一生命がどれだけ担うべきかというのは、うんうん、もう少し、議論を深めてですね、期待値としてはどっちかというと、あ、10兆円か、なるほどと、海外行くのねっていうふうに一般的には見られているような気がするんですよ、はい、でも国内でもこうキープじゃなくて伸びろって言われているってことなんですか。そうですね、まあ、利益実額としては成熟市場の宿命として、うん、まあ、必ずしも利益がこう伸びていくものではないかもしれませんけども、資本効率をいかにキープし、はいはいはい、もしくは高めていくかというのは、うん、必ずしもその利益実額とは違う形で測れるというふうに思ってるんですね、うん、時価総額という意味ではもちろんそれを構成する事業のうちで海外の方が成長率は高いのは間違いないですから、まあ、そこは海外の割合が高まっていくんでしょうと。ただこれもグローバルに必ず証明されていますけれども、グローバルに成功する会社が母国市場で成功しないままそれが成り立つことはありえないっていうことですね、うんうんうん、母国市場で強い基盤があってこそグローバルにあるいは海外でも事業が成功するという、はい、まあ、方程式からしましたら、我々第一生命グループの中で国内中核会社の第一生命がしっかりその基盤を生かしてですね、うんうんうん、資本効率にしろ利益にしろですね、こう役割を果たしていくということはとても重要だと思っています、うん、そういった中で、資本効率みたいなお話もありましたけれども、営業のそのまあ生産性というんですかね、ここを上げていくことも課題だと思うんですけれども、こちらが2019年度を100とした際の各社の業績推移で、御社がこの赤いラインですかね、結構他に比べて いい印象だったんですけど、よくないですね。これは一体何が起きていたという。一つはコロナ禍がございました、うん、ただこれは業界共通でございますので、その中で第一生命固有であったのは、大変ご心配ご迷惑をおかけしましたけれども、2020年に大きな不祥事がございました、はいはいはい、でその結果我々としてはコンプライアンスを今一度もう根底から見つめ直そうということで、うん、営業に抑制的なスタンスを取ったんですね、はい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 、実質、まあ、コロナ直接でなければ2年間にわたってそのような措置を講じました。自粛したってことですか。そうですね、営業を、はいはい、あとはちょうどその時にコロナ前から検討していたんですけども、さまざまなその営業改革を推進しようとしてボタンをちょうど押したところだったんですね、はい、これも少子高齢化の中でこれからいかに我々が強靭なビジネスモデルを構築するかという意味での痛みも伴う改革だったんですが、それが同時に重なったこともあって十分な水準回復には至ってないという状況です、うんうんうん、今はどういうフェーズに入ってきたという、これを いよいよその藻が開けていよいよもう一回こうアクセルを踏んでいこうっていうタイミングなのか、そのあたりはどうですか、はい、私が昨年4月に着任してから雨降って地固まると申すように、十分な体制は整ったと、健全な営業推進に打って出ようということで、舵取りをいたしました。その結果2023年度、はいはい、まあ、22年度よりは改善してまして、ただ十分な角度でですね、営業業績が回復しているわけではないので、まだ21年度の水準にも届いていないという状況ですから、これからさらなる回復への道筋というのは新しい中期経営計画の中で、はい、実行していくことになります、うん、でここでまさにその、今のその営業もう一度こうアクセルを踏んでいきましょうというタイミングで、これは中期経営計画ですかね、スローガンを掲げていらっしゃいますと、それがこちら、成長と変革いざ前へと、これは一体どういう意味が込められているんでしょう、はい、この中でいざというのは、私が中学時代からサッカーをやっていましたので、重要な試合で、あるいは会社に入ってからは重要なプロジェクトの推進などで自分を奮い立たせて鼓舞するときに、いざって言って、こう自分を励ますおまじないのようなものだったんですね、うん、で今置かれた会社の環境というのはまさにそういう局面かな、重要な局面なので社員皆さんにもこれをまあ共有してほしいなということで、いざで前進していきましょうという思いを込めたものです、うん、まあ、皆さんも共感いただけたということですかね、使おうという声が広がっております。あ、そうなんですか、はい、あ、社長がちょっと自分が好きな言葉だからこれでよろしくみたいなことじゃなくて、はい、4月に着任してこのフレーズを使い始めたのは私の意思なんですけども、はいはいはい、まさか1年後に新中継のキャッチフレーズに使われるとは思わずですね、私も確認しました、何度も、本当にいいのかと、忖度してませんかっていうのは、あ、言ったんですかそれ、何度も確認して、一応されてなかったですか、 OK だそうです、はい、なるほど、はい、で成長と変革は会社としてこ
これだけ世の中の環境であったりお客様の価値観が変わっている中で、自分たちもそのスピードと同じように、もしくはそれ以上に変わっていかなければいけないと、変革がなかったら成長しないよね。でその逆もしかりで、成長を一定程度しないと変革する勇気も湧かないじゃないですか、はい、したがってこの成長と変革っていうのはお互いに作用し合う重要な要素だと思ってますんで、まあ、それをこうつなぎ合わせて会社として、一丸となって取り組んでいこうという決意の表れでございます、うん、なるほど。まさにその変革のお話に入っていきたいんですけれども、そのキーワードがありますね、リアル×デジタルと。いろいろなその会社がその DX みたいな文脈でも掲げる言葉かもしれないですけれども、おそらくはその御社の中で地に足をつけた意味を込めていらっしゃるんだと思いますけど、そのあたりをお聞かせいただけますか。今世界中で金融セクターデジタルデジタル一本やりですけれども、うん、その中でも生命保険事業をデジタルだけに完結するビジネスモデルというのはまだ確立されていないんですね、はい、その中でも特に第一生命は国内で障害設計デザイナーという専属営業職員チャンネルで120年生きていますので、ことあるごとにそれは日々のお客様との寄り添い活動の中でもさることながら、例えば先日の能登半島地震、あるいは遡れば東日本大震災でも、必ずリアルの営業職員チャンネルがお客様の安否確認活動をしたり、何かお困りごとはないですか、そして給付金のお支払い手取り足取りですね、対応していく、この価値に対するお客様の評価って絶大なものがありますので、将来にわたってもですね、大事にしていきたい第一生命のもうコアアイデンティティだというふうに思っています。それがリアルの部分、ね、これがリアルですね、はい、でただそれだけでもいけませんと、 Z 世代中心にデジタルでこの手続きだけはすぐできるよねとか、デジタルというのはあくまでツールですけれども、これからの先の時代に活用しない手はないと、例えばお客様との接点インターフェースもそうですし、あるいは保険引き受け部門ですねにおいても AI を駆使しながら、いかに迅速効率的な事務処理ができるか、まあ、そういうさまざまな事業領域においてこのデジタル化っていうのはもう不可欠だと思いますので、リアルとデジタルの第一生命流の勝ち筋としての融合というのを次期中継期間においてはこれを形にしていきたいなというふうに思っています、うん、障害設計デザイナーというのは、まあ、我々が見た時の一般的な保険を営業している担当の方という理解でいいんですよね、はい、そうですね、はい、そうです。障害設計デザイナーというのは どういう意味が込められているんですか。ちなみにお客様の障害全体にわたって、まあ、設計にお供する、寄り添うという意味で、人生設計という意味、はい、人生設計を、まあ、デザインする立場にある我々のフロントランナーということですね、もう人生すべてコンサルを応じますということですね。もう一つ中継の柱というものが もう一つありますよね。こちら保証と資産形成の一体コンサルと。国民一人一人が資産形成について真剣に考えるようになりましたと、うん、で新ニーサとかいろいろ大きなうねりが起きてますよね。でその中でこそ我々が提供できるサービスがあるのではないかと。資産形成はご案内の通り銀行証券会社、はい、いろんな金融セクターであったり新興企業が取り組んでいる領域です。そうですね、ただ保証っていうのは特に人様の命を授かるという意味での保証は生命保険会社しか扱えませんので、うん、この表裏一体の関係というのを我々としては一体的にコンサルティングするというところに我々の付加価値があるんだというふうに思ってます。例えばですね、せっかく何千万円貯めたけれども不幸なことが起きたら、あるいは重病にかかったらどうしますかっていう時に、資産形成だけ考えてると手は打てないんですね、うん、その時に、例えば就業不能とかさまざまな、まあこれは死亡保障もそうですね、のものとセットで考えることで、その資産を保全して、あるいはご遺族にそれを円滑に承継していくようなパッケージでのコンサルティングっていうのは必要不可欠。まさに今おっしゃってたことだと思うんですけど、いわゆるその銀行とか証券とか、まあ、特に証券ですかね、一番得意としている領域だと思うんですけれども、これも身も蓋もない話ですけど、その常に変わるんでしょうけど、勝算というか対象とするマーケットの違いなんかも一緒に考えた方がいいと思うんですけども、はい、まあ、証券会社銀行さんっていうのは富裕層超富裕層を、まあ、お相手としたビジネスというのが特に際立っているかと思います。我々としてはそこで決してガチンコの勝負というよりはですね、マス層として、まあ、1000万人近くのお客様を抱えています。でその方々というのは、まあ、超富裕層富裕層とは違って、やっぱり私よくわからない、必ず誰かに付き添ってもらいたい、もうちょっと手頃なものを簡単にご紹介いただきたいという時にこそ、全国で4万人弱の
障害設計デザイナーを抱えているわけですから、都市層だけではなくて、地方の市町村で働いている方々、あるいは主婦の方々、それぞれのこの生活スタイルに合わせてご提供するという意味では、我々のこの基盤であったりネットワークというのは強みを発揮するんだと思いますね。言葉を選ばずに言えば、証券会社さんや銀行の営業担当者というのは、必ずしも今申し上げたようなマス層に対しては経営支援を大きく振り向けるような戦略にはなってないというふうに考えています。うんうんうん、あ、そういうことですか。要はもっと裾野の広いところを狙っていける、はい、でそれはもうリアルをもうネットワークを非常にその人海戦術的にも抱えていて、はい、だからこそここにデジタルというツールを入れていくんだという、はい、まあ、大きくはそういう絵だということですかね。はいはい、リアル×デジタルという話をされていましたけれども、そのデジタル部分を開発している方々に話を聞いていきたいと思います。 DX 推進部イノベーションラボの増田と申します。個人保険営業部門の運営と管理をしていました。その後支社に行って、障害設計デザイナーと一緒に営業活動をしたというのが最初の5年間になります。私は第一生命テクノクロスの株式会社の遠藤と申します。エンジニアでいらっしゃるんですか。はい、私はIT エンジニアでして、2年ぐらい前にですね、デジタル企画部というところで移動してきまして、今増田さんと同じイノベーションラボで働いておりますと。イノベーションラボっていうのが一体どういうことをしているのかっていうのを簡単にお話しいただきたいんですけど。イノベーションラボは私のような第一生命 DX 推進部のビジネス人材と、遠藤さんのような第一生命テクノクロスの IT 人材の方が一緒になってこうチームを組んで DX 推進に関するさまざまな実証実験を行う場所です。はいはい、まあ、世の中いろんな先端技術ってあると思うんですけど、第一生命ではまず基本的にはイノベーションラボの方で検証して試してみますと、まあ、その他にも中長期的な観点でそういうのはメタバースであったりとか、あとはブロックチェーン、あとは量子コンピューターとか、そういうより先進的なところについてもチャレンジしているというのがイノベーションラボでございます。リアル×デジタルという、まあ、住野社長がおっしゃっていた、まあ、営業改革ですよね、はい、ということをやってらっしゃるということですね。簡単に言うと何をやってらっしゃるんですか。はい、今出たチャット GPT を活用したデジタルバディというものを作ってらっしゃる。デジタルバディのユーザーとなるのは障害設計デザイナーでして、障害設計デザイナーのリアルの営業活動を支援するデジタルの相棒というような形で目指して作っております。具体的にもうすでにものができてるんですか。はい、それはありまして、まあ、いろんな機能とか特色あるんですけれども、一番メインのところで言うと話題のチャット GPT ですよね、はい、営業の活動の、シーンの中で手軽に使えるようにしているっていうのがこのデジタルバディの一番の特色になっておりますと。例えばお客様とその障害設計デザイナー面談して、いろんな保険の話とかそういったものを記録して、そこから議事録を作成したりであるとか、さらにその議事録の中からお客様に関する重要な情報方法を抜き出して蓄積していくみたいなところがまあメインの機能にはなるんですけれども、まあ、とにかくその営業活動に関するいろんな業務のところを AI を使ってサポートしていこうっていうのがこのデジタルバディになっています。相棒ってなんか具体的ななんか人がキャラクターがいるんですか。はい、キャラクターが。あ、そうなんだ。それはじゃあもうちょっと実際に見せてもらった方が早いのかな。見せていただけるんですかね。はい、はい、と思います。私が障害設計デザイナーの役をやってお客様になっていただけると。なるほど。で、はい、そのお客さんにもこれを見せながらやってらっしゃるってこと。あ、そうです。あ、そういうことなんだ。はい、デジタル バディって本当に書いてあるんですね。あ、そうなんです。書いてあるんですけど、この子には名前があって、はい、ソフィーと言います。ソフィー、はい、日本人っぽいですけど。ちょっと日本人っぽい名前をつけたところ、リアルすぎてちょっと扱いに困るっていう声もあったりして。それは営業の現場から。あ、そうです。そうなんだ。ちょっと心なしか我々の話に反応して笑ってるように見えちゃってきてるんですけど、すでに。では始めたいと思います。はい、ソフィー、自己紹介して。私の名前はソフィーです。よろしくお願いいたします。第一生命が AI の議事録の機能を導入いたしまして、はい、こちらソフィーって言うんですけれども、メモ係として同席させていただきたいと思います。本日よろしくお願いいたします。同席、はいはい、ここから始めたいと思います。録音されちゃうんですね。そうです。録音嫌です、はい、っていう人いないですか。実際いらっしゃって、うん、その時には私たちが今までの営業活動でもお客様と面談させていただいた後に、その場ではあんまりメモ取りづらくても後からやっぱりメモは取ってるんですよね。はい、それのデジタル化という形で今第一生命が先行的に取り組んでいる活動になります。ということでご説明をさせていただいています。わかりました。じゃあ信じます。はい、ありがとうございます。はい、では会話記録を始めさせていただきます。はい、池田さん、
先週お誕生日でしたよね。 ありがとうございます。そうなんですよ。おめでとうございます、はい、もう40超えちゃってね、大変ですよ、はい、お祝いとか何かされたんですか？そうですね、家族からケーキ食べました。ケーキ食べました、はい、よかったですね。娘さんとかも一緒に祝ってもらって、誕生日カードもらっちゃって嬉しいですね、はい、です。娘さんってもう何歳ぐらいになられました？4月にも小学校ですよ。早いですね、はい、ついこの間まで赤ちゃんだったのに。そうなんです。早いです。早すぎてもうついていけないですよすいません、はい、そんな雑談をさせていただきましたけれども、毎年ご契約内容の確認を年に1回させていただいておりまして、うん、その時期になりましたので、今月のうちに30分から1時間ぐらいお時間をいただきたいと思います。あ、わかりました、ありがとうございます、はい、日にちがですね、この18日の週あたりで親約束をさせていただけたらと思うんですけれども。あ、もういつでも大丈夫です。あ、大丈夫ですか、はい、来週2週間後ですかね、18日のお昼12時半にまたこちらの場所でよろしいですか？大丈夫です。ありがとうございます、はい、それではよろしくお願いいたします。このような形でですね、本当はもっと面談って長くて1時間だったり1時間半とかあるような面談もございます。でそれをすべて録音をして、で議事録という形でまとめてくれます。でその議事録を最後要約して 4,5 行ぐらいにまとめてくれるっていう機能があるんですけど、でもこれあれか、優秀な営業の方であればそのお客さんの誕生日とか娘さんが何歳とかそういうこともなんか、あ、そうです、そうです、それぞれの頭の中に入ってたものが上がってくるんだ、はい、そうですね、これ今すでに搭載されている機能だとちょっとまだないんですけれども、はいはい、これからはこのお客さんって前回こんなこと言ってたよねとか、娘さんがいつ結婚しますとかそんなのを前に聞いていたとしたら、今度今この時期ですよ、だからこんなご案内したらどうですかっていう、そういったことをできるようにするためのベースとしてまずは記録を取りためていく、うん、でそれを整理して蓄積していくっていうことを今やっています。その先の機能は今開発中になります。なので今お見せできるのがちょっとこの議事録のところになるんですけど、池田さんは妻と娘に感謝しており娘の入学式が来年の4月に控えています、はい、彼はアポイントを取り3月19日の12時半に食堂で会うことになりました。障害設計デザイナーにしてみたら、こう会話の中で全て1から10まで覚えられない、1時間半も2時間も話してたら忘れちゃうこともやっぱりありますので、うんうん、そういった細かなこともすべて記録してくれていて、なんだっけって思ったら振り返ることができるというのは大きな価値かなと思っています、うん、はいはいはい。ソフィーはあんま出番少なかったですね。あ、そうですね、ちょっと今日はあんまり出番がなかったんですけれども5月6月でリリースされる機能においてはもっと双方向で話せるようになります。中長期で数年後ってどれぐらいまで展開として考えていらっしゃるかっていうお話がもしあれば、例えばですね、人間の感情を解析するような AI とかもあったりするんですけれども、はいはいはい、まあ、今はそれを取り入れてはないんですけれども、だからそういうので例えばいいものが出てきた時にはそういうものを取り入れて、例えばお客様の反応を見てこうした方がいいんじゃないかっていうアドバイスをくれたりとか、ちょっとそういうところは構想とかには実は入ってたりとかもしまして、はいはいはい、そういったものをいろいろ組み入れていきたいなっていうふうには考えています、うん、実際に営業の人たちはこれが使い物に果たしてなってるのかっていうのは聞いてらっしゃるんですか？あ、もちろんです。じゃあちょっと僕も聞いちゃおうかと思いますのでこの後インタビューさせていただこうと思います。我々と最も関わりがあり第一生命との核ともいえる営業チームの方々に来ていただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。逆に私に緊張が伝わってくるぐらいのやっぱ営業の方でピシッとした方々がいらっしゃっている印象なんですけど、簡単にそれぞれお三方に自己紹介を、ご経歴も含めていただきたいんですが、今営業担当している加納と言います。経歴今32年目になるんですけども、経歴のほとんどは国内営業の担当をやっておりました。勤続11年目になりまして、母がこの仕事を40年間してきて、まあ、後継者として今頑張っているところで。後継者、後継者でもちょっとさっき見せていただいたソフィーの雰囲気というかモデルになってらっしゃるとかじゃないですよね？ないです、大丈夫です。第一生命カスタマーサクセス部の葵と言います。実は私営業バタ入社で、はい、営業管理職候補生として入社してですね、営業拠点長として4場所20年間営業の最前線にいたところから、本社に来て、コールセンター業務一筋8年間年齢がバレますけど、はいはいはい、仕事をしております。後で計算します、はい、担当直入に今日ずっとお話をお聞きしてて、2023去年その生成 AI というものが登場して生命保険業界および第一生命としてはインパクトをどう捉えていらっしゃるかというところを先にお聞きしてもいいですか？はい、私はもうこれは生命保険営業を大きく変えるというふうに最初に思いました。あ、そうですか。はい、チャット GPT を使ったデジタルバディの可能性みたいなものは
まあ、構想段階からまあかなり期待してましたけどね、うん、今ちょっとそのデジタルバディの話していただきましたけれども、なんかもう変わり始めてる、頼れる相棒っていうことで、うん、障害設計デザイナーがそのお客様にこう寄り添っていくっていうのが私たちのこの今までのビジネスモデルの根幹なんですけども、はい、そのデジタルバディが横にいてくれることでものすごい安心感が生まれて、おそらくですね、それをこう障害設計デザイナーが使いこなすことによって、障害設計デザイナーのその生産性っていうのは飛躍的に上がる可能性があるのかなっていうふうに私は思ってますけどね、はいはいはい、果たして本当なのかっていうところですね。まさに先行的に導入して使ってらっしゃるというふうにお聞きしたんですけれども、ここがすごく助かってて、もっとここがこうなったらいいみたいなお話でございますか。まあ、毎日やっぱりたくさんのお客様に会う中で、家帰ってからもう一度手帳を見直して、はいはい、今日一日の活動を振り返って、あ、お客様にやらなあかんことこれやなとかいう感じでやってたのが、まあ、全部議事録の中に残ってるっていうのはやっぱりすごい助かってるなっていうところはあります、うん、こういうものを機能として追加してほしいとかっていうご意見って、お客様との対面の中で自分自身が例えば即答できない質問だったりとか、一旦持ち帰ることがあったりとか、はいはいはい、それ何だったっけ、はい、そうですね、もしソフィーに聞けてソフィーがその場で回答してくれるんだったら持ち帰るとか、後日自分の中でこう仕事の処理の能力的なものがそこで解決するんやったらすごい楽かなとは思います。なるほど、ね、まさに時間の使い方をこう変えていくっていうような形のことにつながるかなっていうふうに思いますけどね。それ楽しみですけどね。そうですよね。もう一つ今日ちょっと あるというふうにお聞きしてまして、理想を実現カスタマーサクセスと、これについてどういうことでしょうか。対面の障害設計デザイナーと非対面の本社の担当者ですね、うん、はいはいはい、一体となってこうお客様にこうアフターサービスをする届ける取り組みでして、おそらく生命保険業界の中では初の取り組みだというふうに、はいはいはい、思います。具体的にカスタマーサクセスって業界初の取り組みとしてどういったことをされているかというところからお聞きしましょう、はい、まあ、お客様をフォローする、非対面でフォローする取り組みになります、うん、お客様の状況に合わせてですね、お客様にこれから起こり得るこうお手続きなんかを先回りしてアフターサービス先回りするというところが新しいところになります、うん、長いご契約の中でたくさん通知物来ると思うんですね、郵便物が、はいはい、でちょっとこれがわからないなとか、ついっかりお手続きを忘れてしまったななんていうことがないように、適切なタイミングで我々の方からもこうお電話を差し上げて、うん、お手続きをフォローして、対面のお手続きが必要になったりお客様がご希望された場合には現地の障害設計デザイナーに連携してご一緒にフォローするという、うん、こういう取り組みなんですね、はいはいはい、もう結構浸透し始めてる。まだ始まったばかりなので、うん、たくさんいるお客様の中の、まあ、1割ぐらいが今対象ですけれども、まあ、5年ぐらいかけてですね、全お客様にこのサービスをあまねく届けていきたいなというふうに思っています。小西さんはその対象としてこのカスタマーサクセスと この連携というのもすでにしてらっしゃるんですか。はい、してます。あ、そうですか、はい、どうですか、なんかそんな遠慮がちに言わずもう結構変わってきてるという感覚が。スタート時はやっぱりお客様も私がこう言ってる、初めからこういうふうにもう一人担当者がつくよって初めから教えてるお客様はあ、そうなのかなと思うと思うんですけど、はい、やっぱりいきなり電話かかってきたりとかするのはお客様もやっぱりこう、えっていう、本当に本当かなっていう、一人だったはずなのに、はい、数が二人になって、私辞めるのみたいな、小西さん辞めるのっていうふうなお声も聞いたことあるんですけど、うん、だからまあこれから一緒にお客様を本当にフォローしていける形になったらいいかなっていうふうには、うん、まあ、スタート時ですもんね、今これからかなとは思ってます、はいはい、私が思うにはですけど、新人さんですとやっぱりこれからお客様を新しく作っていくとか、うん、自分自身が一からやっぱ足を運んで形を作っていくっていうのが、新人さんたちにとってはそれがなかなか難しい中で、カスタマーサクセスのこの方たちが皆さんが一緒にフォローしてくれるとなると、やっぱり安心してる新人さんはすごく多いので、やっぱりこれから頑張っていく新人さんたちはすごく助かるものになっていくんじゃないかなとは本当に思ってます、うん、あれですね、やっぱり嘘がつけないっていうそのすいません方だからこそでもそういう方だから営業としてワークしてるってことですね。でちょっと僕は思いましたけどね、あ、この人は嘘つかないんだっていう方がやっぱり対面で向き合っていると。一方で営業されてらっしゃった、もうそこの気持ちも重々理解しながら、なんか足元でやっていかなきゃいけないことって、簡単に一言とかいただくことできますか。
本当に現場の障害設計デザイナーって本当に頑張っていて、ものすごくこうお客様に対してこうマインドが高くてですね、例えばお手続きが発生した時にちょっと遠くても絶対こう足を運んでお顔を見て手続きをするべきなんだっていう、そういうホスピタリティもまた障害設計デザイナーがすごく多いんですね。そんな中、我々非対面で少しでも助けられることはないかというふうに思っておりますし、お客様の中にはやっぱりこれぐらいの手続きだったらもう何だったら電話やメールでもいいんだよっていうことはきっとあってですね、その部分を少しでも我々非対面の舞台がですねご一緒にフォローができればなというふうに思っています。こういうその、デジタルバディも見ました、カスタマーサクセスという、まあ、新たなチャレンジをすればリスクテイクしているわけなのでいろいろと起きるとは思うんですけれども、これがいかに第一生命に新しい風を吹き込むかと、これ今足元でやってらっしゃる取り組みがですね、第一生命に丸々な風が吹く、これを皆さんに一言ずつ書いていただいて、その、心をいただきたいと思います。お、なんかそれぞれのパーソナリティが出てる気がしますが、加納さんからお願いします。はい、第一生命にウィンウィンの強烈な風が吹く、デジタルバディもそのカスタマーサクセスも大切なお客様を守り続ける、これからもですね大生命を選んでいただけるように導入するものなんですけども、もう一つのウィンですね、私たちの本当に大切な財産である障害設計デザイナーにとってもですね、間違いなくこの取り組みは私はプラスになると、変えるときにはいろんなこう摩擦があって圧力があって一部失敗するトライアルもあっていいと思っていて、でもその声を生かして障害設計デザイナーにとってもですね、わ、本当にいいのを導入してくれましたねって言っていただけるような、私はそういう取り組みだと信じてるんで、じゃあ次、小西さんお願いします。第一生命に、お、いいっすね、温かな風が吹く、 AI だったりとかカスタマーサクセス、まあ、お客様からちょっと遠く離れたようなイメージだったりとか、あとこう冷たい感じ、今まで担当者がいてたのにまたプラスアルファみたいなことではなくって、担当者はいつもそばにいて、だからさらに寄り添ってお客様とっていうイメージです。うん、最後青井さんお願いします。はい、上司の受け入れなんですけど、この言葉を、ね、この言葉をいただいてきました。はい、第一生命にプロアクティブな風が、なんかちょっと強いイメージがありますけど、どういうイメージ、お客様へのリアクション対応も大事なんですけれども、例えばこうお手続きとかでお困りごとが発生してコールセンター等にお問い合わせをいただいて、もう全力でホスピタリティを持って対応するわけですけれども、もう残念ながらお困りごとは一回発生してしまってるわけですよね。はい、一生涯のパートナーっていう社税を標榜してますけれども、はい、長い頃の一生涯の中で少しでも不安になったりお困りごとが起こる、こういうことのないように障害設計デザイナーとともにですねフォローしていきたいなというふうに思っています。なるほど、いろいろと今日お聞かせいただいてきたんですけれども、リアルとこうデジタルのハイブリッドというか融合が進んでいけばいくほど、どういうふうになっていく、なっていかなきゃいけないというそのビジョンというんですかね、描いてらっしゃる絵があれば一言いただいて締めたいと思いますが、はい、まさに今チャレンジしようとしているのはこのリアルとデジタルをどう適切にこう融合して組み合わせて、ど真ん中にあるのは私は障害設計デザイナーリアルチャネルだっていうのは変わらない、まあ、ここはもううちの会社は全く揺るぎないんですけど、それにこうデジタル武装がどれだけできるかっていうのは本当に大きなポイントで、それを他の会社より先にですね実効性を持ってこう実現できたら、お客様がもっともっとですね第一生命を好きになってくれて選んでいただけるんじゃないかなっていうふうに信じて今一生懸命取り組んでますんで、期待しておいてください。ありがとうございます。期待してます。そんな感じで違和感ないですか？はい、お、揃った、大丈夫、ありがとうございます。先ほどその座右の銘みたいなことがありましたけれども、はい、それにちなんだ用意をしたフリップがあります。こちら、第一生命のこれからはいざ〇〇と、記載をお願いしてもよろしいですか？はい、そうです。はい、いざ、はい、ちょっとはみ出ちゃいましたけど、読み上げていただいてもよろしいですか？はい、いざ変革、変わらない価値観のために。ほう、まあ、変革と変わらない、相矛盾する響きがあるかもしれませんけども、うん、何のために変革するか、結局120年余りにわたり日本国民お客様に尽くしてきたわけです。この寄り添い型のビジネスモデルというのは一切揺らぐことがないわけですね。変わらない価値観自体はこれからも大切にしていきたいと思います。これを大事に守るためには、ただお客様自身の生活スタイル等は多様化しているわけですから、適合した形で、あるいはより早く我々自身が変革していくことで、この変わらない
一生涯のパートナー、お客様第一主義という価値観を守ることができるんだろうと。だからこそみんなで力を合わせて、いざ変革ということが、この時代に、そして新中継においてとても重要なメッセージになるかと思ってます、うん、それは他の製法会社さんとも比べて勝ち目ありますか？あると思います、うん、はい、新興製法の中ではネットデジタルを重視する会社が複数ございますので、うん、その会社との比較でいくと我々はリアルチャネルにより重きを置いて、勝ち目は十分あると思います、うんうん、一方で大手他社、この大手社の中では唯一我が社だけが株式会社化上場して、海外も含めた多様な事業ポートフォリオであったりデジタルのさまざまな取り組みについても十分もうリードしている状態だと思いますので、その大手他社との比較でいくとただの伝統製法ではないよという意味でリアルとデジタルのこの掛け算というのも当然勝ち目があると思っています。わかりました、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。